っちゃモンスターボール。かわいい。かっこいいのがいいな。リザードも来るかな、リザード。これがなんだ。待って、当ててみるわ。中身が、なんか中身がね、変。はい、皆様ごきげんよう、ゆりっぺです。本日12月19日、なんとですね、本日はあの牛丼屋さんとあのポケモンがコラボということでね、めっちゃかわいいコラボ、早速ね、行ってきました。はい、ということで今回はそちらを紹介していきたいと思います。めっちゃモンスターボール。かわいい。めっちゃかわいい。もう袋からめっちゃかわいいんですけど、なんとこのコラボ、第1弾から第4弾ぐらいまであるっぽくて、第1弾はドンがつくね、ポケモンのフィギュアがね、ついてくるみたいなんです。ドンだけに。ドンだけにね、ドンがね、つくポケモンが、リザードン、グラードン、ヤドン、ウツドン、トリトドン、トリトドン。正直ヤドンとリザードンぐらいしかね、浮かばなかったんですけど、結構いますね。店頭で食べると、なんかこんなね、かわいいね、あの容器で食べられるみたいです。かわいい。これみんな朝行くでしょ、もう。てかさ、もうサイトが本当にかわいい。めっちゃ仮面割れてるのは、なんか気にしないでほしいんですけど、めっちゃかわいい。このピカチュウめっちゃかわいいな。かわいいな。今回はテイクアウトをね、してきたわけなんですが、テイクアウトもね、かわいいから、本当に見てほしい。いきますよ。かわいい。このお持ち帰りの入れ物が超かわいい。ブルーカワ。これ、お持ち帰りもさ、ちゃんとさ、このデザインをさ、やってくれるのめっちゃありがたい。嬉しすぎる。本当はさ、容器が欲しいんですけど、これもめっちゃかわいいよね。ポケモリ丼セット。ポケモリ丼セットは、こっちの牛丼と、こっちはね、キッズカレーセットっていうのを買ってきた。で、これね、セットなんですけど、この牛丼と、あとね、見てかわいいの。ピカチュウのジュースと、そのドンがつくキャラクターのフィギュア。この3種類のセットで500円ぐらい。いい感じの値段。超いい感じの値段設定、助かる。え、てかさ、私これ初めて見た。めっちゃかわいくない？え、これ普通？これ普通？デフォルト？めっちゃこれ普通？デフォルトであるもの？存在するものですか？オリジナルですか？わかんない。本当にわかんなすぎて、なんか、そわそわしながらめっちゃ頼んだんですけど、本当にかわいい。なんか4段まであるからね、これ結構な頻度で行くことになる。はい。ではね、そのドンがつく。これ2つね、買ったから2種類来たんだけど、何が出るかな？早速開けたいと思います。かっこいいのがいいな。リザードも来るかな。リザード、ここまでモンスターボール描いてるの、かわいい。すごいプラスチックの匂い。いきます。これなんだ。当ててみるわ。これなんだ。当て、なんだこれ。これウミウムシみたいなやつでしょ。これギザギザしてるからウミムシみたいなやつでしょ。あ、かわいい。ちょっと待って、めっちゃかわいい。ピンクめっちゃかわいい。で、映え、あ、でもめっちゃかわいいけど目が3つある。え、どうしよう。色はめっちゃかわいい。これが1個当たりました。もうこのギザギザで分かったわ。ね、なんか中身が、なんか中身がね、変。なんかパーツが分かれてる。あ、これ完全にあれでしょ、リザードンだよ。ほら、あ、かわいい。めっちゃ、待って、羽が取れてる。え、超かわいい。待って、え、かわいい。ほら、後ろか、後ろ見てるの。かわいい。なんかさ、やっぱさ、初代のやつ出てくるとさ、ありがたいな、分かるから。嬉しい。思い出がね、やっぱね、違うんですね。かわいいね。後ろからがポイントじゃない？これ。すぐ分かった。ここで分かった。え、なんか結構いいの出たんじゃないですか？はい、ということで、今回は吉野家のポケモリ丼コラボをね、買ってきたわけなんですが、で、めっちゃ可愛い。こんな感じのリザードンとこのフィギュアが当たりました。いや、マジリザードン当たって満足です。で、このキャンペーンは、なんか、4段ぐらいまでやるみたいで、店頭でね、食べると、丼の容器の中に食べ終わるとポケモンが出てくるみたい。なんかだから今度ちょっとね、店頭で食べようと思います。はい、ということで今回はポケモリ丼を紹介していきました。この丼はちょっとね、後ほど夜ご飯として食べたいと思います。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。ではでは、ゆりっぺでした。バイバイ。